女寮は中華民国の外交官、政治家。南京国民政府で外交の要職に就いた人物。字は全白。父は皇位の弟子で、偏方派の助金。父助金が横浜大道学校の校長に就任したため、女寮も横浜大道学校で学び、ついでアメリカに留学して、コロンビア大学、ワシントン大学を卒業した。帰国後は北京政府の司法部。 外交部、内務部で秘書を務めた。その後、中米公使館秘書、関東省庁公書秘書、自家路与純越市三三、慶州公商院、両公純越市書高等顧問、総統府顧問、三島特軍公書顧問、長公純越氏顧問などを歴任した。国民政府でも、中米公使館随員、外交部秘書長弁事員を務めた。1940年3月、 王朝明が南京国民政府を樹立すると、助領もこれに参加した。外交部政務次長に任命され、中央政治委員会、外交専門委員会主任委員も兼任した。7月、日本との国交交渉で代表を務める。翌年2月、党は連盟中国総会上無理事に就任する。翌月、文物保管委員会委員長となった。10月、中日大使として赴任し、 おさむ兵士説として、満州国に特派される。12月、帰国して外交部長に昇格し、翌年10月までその地位にあった。その後も、河北政務委員会委員、国民政府委員などを務めている。日本敗北後の1945年、女良と、元、天津市長の温与鎮は、蒋介石の国民政府により、官官として逮捕され、死刑判決を宣告された。 しかし、二人とも執行されることなく、天津市でそのまま収監され続け、中国人民解放軍による天津攻略が間近に迫った1948年末に一旦釈放されている。翌1949年1月、新たに成立した天津市人民政府により、助と恩は再び漢漢として逮捕された。 中華人民共和国成立後の1951年7月10日、女良と温与陳は天津市当局から死刑を宣告され、直ちに天津市の昭和総刑場で執行された。女、去年59。ありがとうございます。